おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も小倉せ続きやっていきたいと思います。前回はどこまでやったんだっけ。小安さんの居場所が分かるまで待つしかないかな。あ、そうだ、リポリンとさくらちゃんが小安先輩をなんかじっと眺める作戦みたいな、度胸をつける作戦みたいなところで終わったんでしたね。で、もう源氏くんの計画はスタートしているみたいな状態。この多分リポリンの行動も源氏くんの計算内なのではないでしょうかというところです。それでは、次はこれどうしたらいいんだ。リポリンは今動けないから、あーんティロリーン、ちょっとすいません、ね、実況者あるまじき通知音オンというね人変えでメグちゃんとカナちゃんに変えられるのか。一応じゃあ、あれどっちがいいだろう。じゃあカナちゃんにしようか。さっき仕掛けといたビデオカメラはちゃんとある。結婚の時は今よし。あー、なんだこれは棒読みだぞえ、どうしたの。荷物取ろうと思ってたら偶然ロッカーに目が行って。ロッカーがどうかした。ざわざわざわ。カメラが盗撮しようとしてたのよ。小安くんが映ってたわ。小安ってあの小安くん。大変だ。ほらほら、ここここ再生しないけど。あれ、あのバッテリーが切れたのかな。ちょうど。そうなの。でもこれ大変よ。あのことが重大だから先生に知らせないと。あ、うん、一緒に行こうよ。え、あのそうだ、小安くんを探して。あ、そうね、犯人を逃がさないようにしなきゃ。みんなは先に犯人を、先生は後でもいいから。わかった作戦うまくいくかな。っていうかかなちゃんさ、絶対小安くんのこと好きだと思うんだけど、なんか吉光を恨むって書いてあるけど、なんだかんだでこういうね、なんか尾行してる系キャラって結局自分も好きでしたみたいなパターン多いと思うんだけどな。違うかな。でかなちゃんが今動けないからめぐちゃんに変えるのかな。でも黄緑色だけどね。で、早急にカンタに計画発動を伝える。カンタの近くで叫べばいい。 OK、 はい、ここで叫ぶのかな。居合わせでこれだ。カンタが幽霊を探せば鎌田さんが告白できる。 OK、 言い当て。盗撮したやつがいるわ。いや、違う、私はただ霊を。みんな絶対に逃がしちゃダメよ。言い逃れできないように捕まえるの。が困ったなこれ。あ、見つかりませんように草むらに隠れた、ね、私の役目はこれで終わり。成否を決めるのはあなたよカンタ。なるほどね。でめぐちゃんが動けなくなったのでどうするんだ。人替えでカナちゃんか。これでいいのかな。なんとかごまかせたけど、テープがない。私が仕掛けた時テープは確かに入ってた。どうしてないのよ。誰かに盗まれた。いえ、まさか小安が気づいて。そういえばメグって子が怪しい男子がビデオを買ったって。あ、本物の盗撮犯が私のテープを見つけて、それで撮ったのかも。誤算だわ。どうしよう。とにかく探すのよ。まだそう時間は経っていないはず。なくなったテープを探すのよ。 OK。 でこれであれかな、ちょうど叫ぶんじゃない。テープどこに行ったのよ。早く見つけないと。あ、人変えてカンタ君に変えれるね。 OK。行ったかね。私は霊界との高度な交信をしてるんで、決して
ここにいると誤解されちゃうよ。これさっさと帰っちゃうに限るよ。さっさとこの場を立ち去るに限るよ。あー、これはもうカンタ君しか動かせないんだ。これでカナちゃんにわざと見つかるんじゃない。こんにちは。あなた、あなた、ビデオ撮ったでしょ。あなたの仕業ね。撮ってません。テープを渡しなさい。今私は許してあげるから。本当に撮ってないんですよ。持ってるじゃないの、その手に。早く渡して。そうすればあなたは何もしなかったことになる。いやいやいや、これ危険だよ。すごいものが映って。早く。はい。まさか盗まれるなんて想定外だった。急がなきゃ。テープ持ってかれちゃったんだな。ただ大変だよ。彼女呪われるよ。カンタ君いい役目果たしてんね。ちょっとセーブしましょうか。で、一替えでゲンジ君に変えるんだね。お、これで舞台は整ったということでしょうかね。そろそろだね。行くか。さあ行こう。放送室だ。オッケー。放送室に行くんだ。何するんだろう。はい、行きましょうね。タマ、呼び出し頼むよ。誰を？どこに？小安さん。さ、大勢が入れて先生がいる目立つ場所へ。大勢が入れて先生がいる目立つ場所、どこがいいかな。あれじゃない、あのここでやっと二頭千鶴先生が来るんじゃないの。これ。そうよ、最近は毎日放課後も視聴覚室で仕事してるんだからってやつ。これ、いい当て。多目的棟の視聴覚室ね。分かったわ。ジュースはまた今度持ってくるよ。呼び出しです。普通科3年小安義満さん、多目的棟の視聴覚室へ。この放送で役者が全員集まる。 OK。 人変えで、さあどっちに変える。池袋リホ、リポリンに変えましょう。あ、今の聞いた？小安さん視聴覚室だって。それで。さあ彼の近くに行って。近くにいるだけなら簡単でしょ。池袋さんは行かないの？一人で行かないと度胸つかないもん。ほら、うん、最初の一歩よ、さくらちゃん。いいね。人会、おー増えたね。どれに。じゃあかなちゃんにまず変えようか。呼び出しです。普通科3年小安義満さん、多目的棟の視聴覚室へ。あ、今の放送、小安視聴覚室に呼ばれたのね。ちょうどいいわ。あそこなら大画面でビデオを映し出せる。みんなが視聴覚室に集まったら私も行こう。このビデオを見せてやるのよ。みんながそこに集まったら私もそこへ。じゃあまずここにいようか。なんか見つかったらダメとかあるかもしれないから。そしてもう一回セーブして、人変え。小安義満、今日は視聴覚室に呼び出しかい。どんな子なんだろうね。もう告白されると思ってるよ。待って、じゃあちょっと最初に千鶴先生に変えてもいいかな。教材を準備しましょう。あ、準備するんだ。教材？あ、でも別に今はいいのか。何もしなくていいのかな。じゃあ、まあじゃあ小安さんにしてここか。はい、どうも。あれ？あれ？あ、そうか、全員をここに呼べばいいんだ。じゃあ、鎌田ちゃんも、鎌田ちゃんっていうか、さくらちゃんも視聴覚室に行こう。小安さんの近くって言われてもまだ外に出る勇気が出ない。出れませんね。じゃあ、違うんだ。琴の葉、
別に琴の葉を使うわけでもないのか。どうしたらいいんだ。ああよかったよかった。でこれで千鶴先生に帰ればよかったんだね。 I love you I need you と明日の教材はこれで。誰かな僕を呼び出したのは。あら、あなた、特別科新任教師の二藤千鶴先生。よく知ってるわね。あなたは？小安ですよ。小安義光、普通科3年。小安くん、それでどうしたの？いいえいいえ、こっちのセリフですよ。何のご用です？あ、まさか。私は呼んでないけど。まあためらう気持ちも分かりますけどね。勘違い野郎だな。僕の心は滅多なことじゃ動きませんよ。さあドラマチックに見せてください。何言ってんだこいつ。ドラマを見たいの？困ったわね。テレビはちょっと。さあぜひ。困ったわね。テレビ映るか見てくるからちょっと待ってて。そんなに急いでよっぽど面白いドラマなのかしら。なんか二藤千鶴先生も結構な天然ですね。さあ、一回しましょう。でさくらちゃんそろそろ勇気出た？どう？まだ出ない。あ、まだダメ。 OK です。じゃあ一回で小安さんに帰るのかな。ああ、いたわ小安くんよ。なんだなんだ、君たちなんとアグレッシブな。ああ囲まれてる。あんた女子の更衣室を盗撮してたんでしょ。え、カメラ仕掛ける姿が映ってたそうよ。え、はあ、また冗談がきついな君たち。冗談ですよね。なんかやらしい目つきだと思ってたのよね。え、あの、いつもヘラヘラ女の子に近づいちゃって、まさか変態だったなんて。な、しっけな。ちょっと僕の言うことを聞け。小安くん、テレビはやっぱり。で、あれ？二藤先生、早くビデオを。小安くんが映ってるんです。あ、なるほど、自主制作なのね。なんだ、それなら使っていいわよ。先生も見届けてください。テープに映る小安くんの姿。え、私もいいの？あら楽しみだわ。もうアンジャッシュかよ。待ってくれ、僕は映ってないぞ。身に覚えがない。そっか、あなたが出演者か。恥ずかしがり屋ね。青春してるわね。さあみんなで見ましょうね。あれ、ところでそのテープはどこかしら。何がどうなってるんだ。かわいそうに。痛い目を見てもらおうね。ということでじゃあどう、さくらちゃん勇気は。あ、まだ勇気出ない。そうですか、わかりました。かなちゃんがじゃあ向かいましょう。さあ行こう、視聴覚室へ行きましょう。はい。みんないる。小安くんも。あなたがテープを持ってきたの？さあ、いよいよね。ワクワク。あ、来た！ほら、証拠のビデオを犯人に見せつけてやるのよ。それこそが動かぬ証拠。さあ、再生を。ちょっと待って。それは危険だよ。あらあら、みんな興奮しちゃって。さあ、小安くん、自分の姿をその目でしかと見届けなさい。おな、何を言うのさ君たち。僕じゃない。それ再生。さあ何が流れるんでしょうか。怖い。めくるめくロマンの香り、怪しく光る愛の花、それが私の秘めたる思い。みんな、あ？って顔してる。あの、君たち、これ、何なんでしょうか。こっちが聞きたいわよ。
怖いよ、さくらちゃん。一世一代の恋心、鎌田さくら、今ここに花開く。あ、小安さん、あの、はい。好きです。キャー、丸見え。うひょ。なんなのよ、これ。どうして。何がどうなってるの？今のかなちゃんだったかもしれんな。小安くん、目がハートになっとるがな。さくらちゃんのパンツを見て興奮するんじゃないよ。さあ、さくらちゃん、行くぞ。行くぞ。小安さんの近くに。怖いけど行こう。勇気を出して。よし。ちょっとつまずいちゃった。池袋さん、行けってそんな急に言われても。あの子どうしてこんなに私に構うのかしら。今だって胸がドキ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 って。おお、さくらちゃん。まさかこれも池袋さんが。今こそ怖い。でも言わなきゃ。はあ、さくらちゃんにしか変えられない。ことの葉だ。これでしょ。告白。行くぞ。頑張れ。素晴らしいよ。なんてロマンチックで大胆な告白なんだ。こんなにドキドキしたのは初めてだ。君こそ僕のハリーにふさわしい。なんだこの BGM。 どこに逃げるつもりよ、小安って。小安氏が呪いの力でついにやっちまった。ギュー。いやー、大胆なハグですね。ギュー。ギュー。かわいい。なにこれ。大変だ。小安が突然おとなしそうな後輩女子に襲いかかって気絶させたぞ。小安くん、何してるのよ。ねえ、盗撮って話どうなったの？さあ、演出か何かじゃないの？バカバカしい。あー、くだらない。帰ろう。二人で勝手にやってなさいよ。小安くん、いい加減に離れなさい。そして、そう、売店でビデオカメラを買ったのは私。放送部の備品にしようと思って。リポリンちゃん適当にボタンを押して、偶然録画スイッチ入れちゃったのね。ああ、なるほど、転んだ時か。それで面白い映像が残ってたってわけだけど。私は言ったわよ、秋葉くんに。最後のシーンは切った方がいいわよねって。彼、ぜひ残すべきって言うから、私は言われた通りにしただけ。秋葉くんの計画よ、全部。なるほど、パンツまでがワンシーンだったんだね。パンツのおかげで小安くんは心が動いたってことだね。なんだこのクソ茶番は。秋葉くんに変えます。リーダー、リポリも怒るよそりゃ。プンプン。私最初しか見てなくて気づかなかったんだけども、依頼人最後おっぴろげちゃってたじゃねえのさ。おっぴろげちゃってたんだね。ドラマチックな告白じゃないか。僕はいいと思うけどな。メグちゃんもちょっとそっぽ向いてるもん。メグもありゃ怒ってるよ。小倉瀬女性陣全員的に回しちゃったなこれ。依頼人は怒ってないのに。それにさ、あれがあってこその成功だと。えへん。
ま、もう言うのはやめとこう。ところでさ、リーダー、あのビデオまだあるのかね。カンタ君はどっちの目的なんだろうね。その最初の怖い部分のが目的なのか、それとも最後のパンツが目的なのか、どっちでしょうか。それを知ってどうするつもりかしら、カンタ。ああ、いやいやいや、なーにも、いや本当、あ、これはパンツですね。告白ビデオはあの子、告白ビデオはあの後誰の目にも触れることはなかった。あまりの内容に衝撃を受けた二藤先生がプンプン怒りながら処分したという。気弱な下級生女子にいきなり襲いかかった小安さんの人気は失墜。今では彼を好いている女子は皆無だ。いや、一人ないし二人を除いては。やっぱりかなちゃんも好きだったんだね。ところであの二人うまくやってるのかね。多分ね、予想外の形でね。どういう形で？ハニー、また見せておくれよ、あのロマンチックな大開花。あー、もうしつこい、何のことか分かりません。なんで急いでんのさ、もっとくっつこうじゃないか。ほら、人が見てるじゃないですか。もう釣れないな、ハニー。なんかこんな付き合いでいいのかな。ハニー、世界に一つだけの僕の花よ。しょうがない人、もうくっついたね、かなちゃん。赤の他人のテープを見せてしまうなんてしくじったわ。まあいいわ、家庭はどうあれ小安の名声は地に落ちた。ざまあ見なさい。あの子も小安の犠牲者にならないようにこれからもしっかり見張らなきゃ。あの大森さん。あ、何か。俺のことを知らないと思うけどさ、俺さ、あのずっと大森さんをん？ずっと見てたんだ、君を。つまりさ、俺大森さんのことが あの、あー隠れちゃった。あー、ちょっと大森さん待ってくれ。ドキ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 。ああ、失恋からの新しい恋ってわけですね。あんな調子で長続きするのかね。知らないよ、長く続いてもらわないと困りますよ。僕らは告白まで報酬がもらえればそれでいいのさ。相変わらずだね、リーダーは。これ勝手にもう進んでます。それが私たちなのよ。さ、鎌田さんの手作り弁当食べようか。お、いいね。私もいただきます。その卵焼きは私の獲物。小倉瀬。はあ、第1話、桜咲く。桜咲くなんだけど、桜咲くってことだったんだね。はぁ、いやー、ということで第1話クリアいたしました。皆さんご視聴ありがとうございました。いや、こういうね、あら可愛いイラスト。あー、卵焼き合戦してる。あれ、これ美味しくなかったイラスト、どっち美味しかったのかな。いや、こういうね、ゲームすごいシンプルなんですけど、こういうシステムが入るだけですごく面白くなるし、このやっぱりキャラクターイラストがね、とってもいいですよね。いやー、大好きなんですよ、てか大ファンなんですよ実は。はー、このゲームはね、今ね第4話まで出ているみたいなので、
それまで全部やれたらいいなと思っております。いや、さくらちゃんと小安さんのこのカップル、こういうカップルの形もいいね。なんか最初はこう男が上に立ちそうな感じに見えたけど、この気弱そうなさくらちゃんが上に立つっていうのがね、なんかまたいいね。さあ、てん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 、誰だこれは。不自然、違和感、あってはならないこと、ふさわしくない男女が邪悪な者たちの手によって強引に定められし運命の赤い糸をもつれさせねじ切るあの連中、こくらせ、許せない、絶対に許さないわ。誰？こくらせの敵対勢力が出てくるのか。 To be continued。 はあ、はい、ということで今回はじゃあこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。最後の人たち気になりますね。人たちっていうか一人だけだったね。なんで私複数人にしちゃったんだろう。さあ、では続きは第2話エピソード2でわかるんじゃないでしょうか。それではまたエピソード2でお会いしましょう。おつぴよです。